県はきょう、新たに142人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表しました。県によりますときのうの0時から24時までに医療機関や入力業務を請け負う支援センター保健所が感染者情報の管理システム h ーシスに入力し新たに分かった感染者は入児から90歳以上の男女142人できのうを146人下回りました。 入院中は90人、病床使用率は16.5%で県内の累計の感染者は13万人となっています。一方医療機関から報告された重症化リスクのある人と軽症などの人が自ら陽性者登録センターに登録した情報を合わせた感染者数は184人で。 保健所管内別では和歌山市75人田辺30人橋本23人岩出22人新宮13人岩佐9人五房8人海南4人です。